パソコン一台で世界飛び回る、そんなフレーズありましたよね。いや、果たしてね、世界を飛び回る必要あったのかなと、パソコン一台で。いや、別にパソコン一台でっていうんだったら部屋の中でいいじゃないか、車の中でいいじゃないか。吉谷さんは車の中からやってますね。移動式オフィス、移動式会社ね、そこがオフィスですって感じですよね。いや、確かに鹿児島から宗谷岬まで行く人はなかなかいないですよ。それがある34ともなるとね、まさにワンアンドオンリーじゃないですか。もう吉谷さんしかいないです。私もね、ナイト2000でいろいろやりたいんですけども、でもまあね、私あのナイト2000ほとんど乗ってないですから。ほとんど乗ってないのに車検代100万、タイヤ交換、なんやかんや、なんだこりゃみたいなね。旧車ってのはやっぱりね、いろいろと手間をかけてくれます。いや、車っていいですよね。あの吉田さんの R34 伝説ってのは、やっぱり人生を振り返った時に、吉田さんがね、まあ今も振り返ると思いますけども、振り返った時にもっと年取って、俺はやったぜっていう大きな大きな宝になるんじゃないですかね。で、これはね、多くの人にもこういう風な人生を味わってほしいなっていう風におせっかいながら思うんですよ。というのが、俺は40年間なんとか工場で働いてきたぞっていうのは、果たして人生の目的だったのかなって思うんですよ。長く続けてきたことをたまたま思い出しただけみたいなね。だって働いてる時は嫌でしょうがなかった、苦痛だったわけですよ。なのに人生を振り返るときに、それをいきなりね、貴重なものだっていうふうにすり替えざるを得ないというね。いや、多分もっともっと我慢していた幼い頃の夢とか青春の憧れとかね、大人になったらやってみようみたいなことが結構あったと思うんですけども、こういう言葉があるんですよ。墓場の中にはやりたいことを明日やろうと思う人で溢れてますってことなんですよ。まさにね、いつかやろうと思っていたら、あっという間にこんな年になって、いつの間にか体が動かなくって、生きているというよりも死なずにいるだけみたいなね、そんな風になっちゃうのかなと思うんですよね。私もいつか死に向かうと思いますけども、今日の時点で俺やったなぁ、本当やったなぁって思うことがいくつもありますね。その従属感はあるんですよ。で、これからもいろんな欲望が出てくると思いますけども、できれば湧き上がった欲望はその日のうちにね、今すぐ取り掛かろうかなと思う。その繰り返しですかね。いや、完全に自己正当化してるわけでも美化してるわけでもなくって、もう50が見えてきましたんでね、躊躇してる暇はないかなと思います。どんなことでも今日中にこなしていこうかなと思いますし、そのためには今日の1000円2000円を甘く見てはならないかなと思って、みんなの銀行もね、どんどん進めていきますし、それから YouTube もどん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 作っていきますしね。何もやらなければ5年経とうが10年経とうが何も生まれないんですよね。でも何かを続けていれば、5年経って10年経って相当のものが自分の足元に積み上がるんじゃないかなと思います。まあ、この動画をね、ここまでご覧いただいた方も、背筋に寒い思いがするぐらいやりきってるのかなと、今一度振り返ってみてはいかがでしょうか。とりあえずね、お金がないっていうんだったら、みんなの銀行を毎日毎日誰かに登録していただいて紹介コードをつけると、これだけでだいぶ変わってくるんじゃないかなと、一皮むけるんじゃないかなと思いますね。いやー、じゃあお休みしましょうか。じゃあおやすみなさい。